してくださいみたいなはい、やってくれて、ってくださって、なんか確かになんか2人ともそんな雰囲気でそうなんですよさんちゃんとエンガ、そうなんです、でもすごく仲良くなりたいなと思っていた時、思ってたのですごく嬉しくてはい、一緒にお仕事させてもらいたいですね。お城はそうですね、好きですね、日本の和のお城も洋風な感じもすごい両方、はい、アイクさんの試合も見させていただきました、はい、デビュー戦すごかったですね、結果は残念だったんですけど、でもアイクさんねすごい頑張られてて、なんか次も決まってますし、なんかでもなんかあの最後相手の方もなんかすごい素敵な言葉はい言ってくださってて、うん、すごかったですね、私もこう私はプロレスじゃないんですけど、こう違うことでもっともっとこう頑張らなきゃなって熱い気持ちにしていただきました。食パンマンはあの食パンマンの着ぐるみ着てるみたいな感じですね、はい、ドキンちゃんが夜食で巻く、おーすごーいなかなかできないからいいですねシルバニアポーズ、分かんなかったんですけど、なんか想像で2人で頑張って考えてやってみましたはい、あの上げてくださった時にこれかなって、よかったら見つけてみてください。うん、今日シャッフルパンでサンちゃん応援してきたよって、そうですね、サンちゃんはそうなんです、今日昼にシャッフル公演のスキーフェスティバル公演に初めて出たみたいなんですけど、はい、疲れてる中だったんですけど、私もたくさんしてくれてはい楽しかったって言ってて、私も出たくなりましたでもね、楽しい、緊張したと思うんですけど、楽しめて、やっぱね楽しめるのが一番だなと思うので、その言葉聞いてよかったなって思いますうーん、サンちゃんの明日よ、おー喜んね、やっぱファンの皆様がなんて応援はすごい頑張れる力になるので、すごくはい、サンちゃんにファンの皆さんがもらったんじゃないかなって思いますはい、そうですね、今日のなんかいつもとは変わらないんですけど、メイクはあのやっぱ踊って汗がかいてないからか、そう落ちてないのでアイシャドウが分かりやすいですね。あ、お城のプラモデルは作ったことないですね、ないですね作る予定はないんですけど、そうなんです、ガンプラ自体はまだなかなか進めてないので、まずはガンプラをもっともっと極めて、そのアビブロさんにも書かせてもらったんですけど、こうお仕事にもつなげたらなって思ってるので頑張ります。ラムネの日、あ、そうなんですね、あ、ラムネの日、あ、ラムネの目方声も出たいですね、うん、私も来たと、あ、ありがとうございます、特会のお疲れ様なの、ありがとうございます、お、すごい最初、うん、最善を振り回して、おー萌えも皆さんありがとうございます、北川、あ、ありがとうございます、萌えはドキンちゃんです、食パンマン様って、そうですよね、好きだからうん、確かに得意は武器ですね、確かに私はあんまりやったことないですね、はい、いや体は動かなかったですねはい、お洋服は、あ、なんか現地、あ、違いますね、あのでも前にあのはい、あの東海かな、あ、東海かもしれない、だいぶ前なんですけど着させてもらって、色違い、これのなんか肌色みたいなベージュみたいな色を着させていただいて、色違いなんですけど、そ
そうなんですよ、水色ですね、水色バージョンです。昨日のコラボ配信の女子トークほっこりしました。あ、昨日は急遽、そうですね、あの千佳子さんと千佳子さんがそう誘ってくださって、あの個人配信後にコラボ配信させてもらったんですけど、そう楽しかった。なかなか、いやコメントはちょっと申し訳なくてあんまり読ませていただけなかったんですけど、でもこうなんかこう先輩とこう話してる姿とかはなんかなかなかこう見ていただけないのかなと思うので、なんか楽屋の様子みたいな感じでこういう配信もよかったかなとは思うんですけれども、はい、でも近子さん優しいのですごくそう楽しく配信させてもらえてはい、とても楽しかったです。うん、次のショットも、あ、見てくださってありがとうございます。これこれ連休のでなんか難しい、なかなかそうスケジュール急に入ってるの難しいんですけど、そうなんですよ、メンバーシャッフルされて、そうですよね、いいですよね、いい刺激に、久しぶりの横さんのフェス、これ見てみたいよな、私も久しぶりで出していただきたいですね、はい、あ、そうなんですよ、その2じゃないよの今日収録させてもらった、はい、放送日が5月12日水曜日で、かん、さんちゃんのお誕生日の日なんですよ。なので動画でお祝いさせてもらえて、一緒に、はい、バースデーケーキ私もいただいて、そうなんですよ、月さん優しいのは私の分も用意してくださってて、はい、でも可愛いさんちゃんの姿を見れたり、なんかお誕生日の時になんか沢田家って言うんですか、なんかそう恒例でやってることがあるみたいなんですけど、それもなんか やってくれて見れたりとか面白かったので、動画も皆さん見ていただきたいなって思います。これ楽しかったよ、昨日の公演ですかね、ありがとう、あ、えあ、えとか言ってカモンちゃんが今日はありがとうございましたありがとう、びっくりだ、ありがとう、いや急に、そうなんですよね、なんかびっくり、緊張しますラムネ、あ、ね、ラムネの方が皆さん飲まれてたんですけど、ね、残ってなそうでした、公演劇場に昨日か、言ったの、はい、ねえ、カモンちゃんがびっくり、びっくりです、ありがとう、さんちゃんありがとう、ねえ、びっくり、すごい、ね、すごい、悲しい、そうですね、そうなんですよ、あ、そうですね、皆さんちゃんこんばんは今見てくれてるのかな、ちょっと探してみます、わかんないな、ちょっと見るの苦手で難しい、いい色、あ、本当ですか、ね、可愛いですよね、こにゃんから水色で嬉しいです、技とかもあるのよくわかんないんですけど、すごかったですね、はい、あゆきさんの配信愛です、改めてお宅として活動し始めたのでよろしくね、ありがとうございます、嬉しいです、よろしくお願いしますそうですね、昨日の千佳子さんとのコラボ配信は急だったのですいませんまたでも、はい、やらせてもらいたいです、さんちゃんともしたいですし、
しかったよ、ありがとうございます。嬉しい、え、すごい嬉しい。今日はですね、そうですね今日はクラブ配信やってやさせてもらってないんですけど、またはいテーマ立たせていただきます。嬉しい。コンビ名キントリップはなんかなんていうの、潤いというか、なんか、あ、色がしっかりついてなんかマットみたいな感じですね。ツヤツヤっていうかマットっていう感じですわかりますかね。ヨコニャンとサンちゃんは化けの波長が本当ですか。でもなんか似てるなと思うんですけど、サンちゃんの方がしっかりしてますね。私はもう抜け抜けなの、抜け抜けはい、抜けてるとこがないので。気象コンボ、あー多分祈っております。はい、一緒にラジオ楽しかったです、サンちゃんと。ねえ、いいね、素敵ですね、さんちゃん誕生日の日に放送ってね、いいですよね。一緒にお会いもさせてもらえて嬉しかったです示すだけおしゃべりにいやか、そうですね、なんか他のチームさんは最近はよくあんま歩かなかったんですけど、メイクさんはどのチームさんは担当されてたりするので一番多分知られてると思うんですけど、そのメイクさんの噂では一番チーム S がにぎやかなんていうんですか、そうにぎやかみたいですね。さんちゃん今日の普通フェス公演すごく立派だったよ、あー元気いいですね。さんちゃんのケーキだいぶ期待してるんですが、いやーとても可愛かったのでぜひ見ていただきたいですね。ちょっとコメント、そうですよね、読むの遅くてごめんなさい。ペピラムネ美味しいですよね。ヨコニャンとヨンちゃん、ちょっと気づくのめっちゃ遅いですよね、ごめんなさいコメント北にゃん、ほこにゃん推しになって、あ、そう、ほこにゃんね、来てくれてるんですよね、そのね、それも着替えてくれて本当になんだっけ、気遣いがね、すごいですよね、しっかりしてこれこれな関西弁、え、私もなんか微妙なんですよね申し訳ないですけど、そう、あんま自信がないんですよね。のうちに来た初メンバーのうちへのお呼ばれになるのかな、あ、でもねがいちゃん、はい、行かせていただきましたね、つや消しみたいな感じですねあのティント、はい、そう、あんま落ちにくいんですよ、感じしたいなそうね、ほこにゃん使ってくれると嬉しいです。あー、新しいガンダムの映画、え、映画天空の遊び見たいんですけど、なんか伸びてるんですよね、で見たいです私も、はい、すごく。サンちゃんとコニャンで3、4、5、ほんとだー、3、4、5、おお、すごいほんとだー、足してそれを行きましたね、ラジオの。
してますかね、優しく、しっかりして、しっかりしてますか。あ、思う動画、アミムラさんの方見てくださってありがとうございます。すごい、今日、あ、すごい、さんちゃんありがとう、大好きです。嬉しい。照れちゃいますね。ありがとう、大好きだよ、見てくれてるかな。照れますね、嬉しい。あ、リカさん、そうですね、リカさんにぎやかですね。うん、手際に行きたい、嬉しい。でもまた、そう、今はもう販売がね終わっちゃってるんですけど、また現地東海とか次のシングルも出してもらいたいですね。コナン、おー、早起きさんちゃんね、朝早くね起きて長いしたりすごいですよね。ありがとう、すごい遅いのに。ロメ3時、あ、15分経っちゃいましたね、早い、あっという間で、15分ってあっという間ですよね。うん、さんちゃんの妹さんもね聞きました、なんか虫のバラード、うん、すごい、18番、なん18番でしたっけ、なんて得意な、何番でしたっけ。ねえ、金ちゃんも好きですよ、お母さんがいます、はい、お母さんがいてくれております。この朝見たいです、はい、こんばんは、さんちゃん明日15時から配信、あ、明日は昼なんですね、なるほど。うん、次の新学祭に行きたいな、コロナもね早く収まっていただいて、あ、なんか安心した状態でお会いさせていただきたいですよね。さんちゃん可愛い写真載せてくれてありがとう、喜んでいただけて、なんか、はい、ケーキを食べているところの動画も撮らせてもらったので、なんかそうですね、動画がアップされ公開されたりしたら SNS に上げさせていただきたいと思いますね。明日のこうシャッフル公演のも発表があるみたいな、チーム E 公演ですね、あるみたいなね、皆さん見ていただけると嬉しいです。お箱、お箱って18番って呼んでました、お箱なんですね、お箱。お箱覚えます。あ、コロナさんのお店に、あ、行かれたんですね、あ、昨日までだったので、はい、ありがとうございます、嬉しい。し、あ、そう、なんか色がなんかちょっと、そうなんですよ、白飛びしちゃうので、あ、そう、元気でしょうか、あ、優しい、心配してくださいありがとうございます。今日久しぶりに、そう、交代トントンできてよかったです。はい、上まで行きました、お疲れ様で、ありがとうございます、白子ってこと、わかんないです、はい、ごめんなさい。では私のおはこは、わかんないな、なんだろう。決めなきゃですね。しらじらしい、あ、あ、聞いたことあります、なんかでも、はい、しら、あ、そうそう、ニューアルバム、頑張らなきゃですね、頑張ります。はい、あ、
それでは今からオートタイムをさせていただきたいと思うんですが、今日は充電させてもらってるので、ちょっと充電器を抜く音とイヤホンを挿す音が音量上げる手がすごくうるさいと思うので、今から皆さん音量気をつけてください。はい、音量でも下げていただいた方がいいと思います。だってそう、うるさいんですよ。では大丈夫ですか？抜きます。大丈夫でしたか？あ、ごめんなさい。では刺しますね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？優しい。ありがとうございます。はい、では音量を最後確認させていただくので、もうちょっと音量気をつけていただけると嬉しいです。では上げます。あ、やっぱりマックスの音でも音量は大丈夫です。好きな音量にしていただいて、はい、では曲はちょっと入れさせていただきます。今日はリクエスト曲で、前に多分1回ですか、1回だな、1回ですね歌わせていただくことがあると思うんですが、ありますね、書いた歌わせていただくことある曲で、はい、またいただいたので、ちょっとうまく歌えるかなんですが、頑張ります。ピント取れてる、あれ取れてますか？釣れてますか？釣れるかない？はい今日も歌だと思いますが、大丈夫ですか？ありがとうございます。ん？歌だと思うんですが、頑張って、ちょっと失敗したら申し訳ないんですけど頑張ります。はい、よかったら聴いてください。では、いきます。聞いてください。どうぞ。一人でいるのが一番楽だった。誰かと一緒にいると僕は僕じゃない。小さい頃からブランコが好きで、シーソーに乗っている時はただ相手に合わせた。気づけば君はいつの間にか僕のすぐ近くにいるのに、僕は僕らしくそう普通でいられるのはなぜだろう。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって幸せだ。リンゴを剥くとき母親の指先が滑って切ってしまいそうで、嫌いと嘘ついた。何も欲しいと言わなければ永遠に傷つかずに済む。僕は何回かそのかさぶたを見て学んだ。望まない
これが恋と知ってしまったんだ。一本のコーラ二人飲んでから、急に僕たちはドキドキとして、お互いを犠牲だと思い出す。今までならきっと逃げてただろう。君のことを失うのが怖い。片思いなら黙っていればいい。両思いなら気づかなければいい。話したい誰かがいるっていいもんだ。僕の部屋片隅で漫画読んでる。君とだったらシーソーを登ってみよう。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって、幸せだ。はい、ありがとうございました。今話したい誰かがいるでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。難しかった、息継ぎが必死でしたすいませんはい、息吸うのがタイミングが難しくてはい、最後ら辺が必死でしたありがとうございました。あー、聞いてくださってありがとうございます。はいこちらこそありがとうございます。です、はい、あ、そうですね、あ、お母さんちょっと撮ってもらおうかな、あ、覚えてるかな、リクエストいただいた曲で、はい、君はペガサスと、あ、わかる、覚えてる、君はペガサスと、あとは初恋よこんにちはと黒い天使かなもいただいてたんですが、そうなんです、多分3曲とも入ってなくて調べたんですけど、はい、どれも入ってなかったです。すみませんが、ごめんなさい。入ってませんでした。またそうですね。まだそう訴えない曲もあるんですけど、はい、ちょっと練習とかも頑張ってさせていただきます。あとは、はい、もし SK48 メールさんの返信の方で。リクエストもしあったら募集させていただいているので、よかったら、はい、リクエストもよろしくお願いします。はい、そうなんです、マジスカラオケのそうなんですよね、ちょっと長々練習で難しいんですよ。マジスカラ抱きしめて、あ、知ってますね、ね、あれですね、シャギさん突っ込んでマキコさんとやられてましたよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、わかりました。はい、では2977人の方もありがとうございます。今日も発動させていただきます。
今日はじゃあさんちゃんとからあのすみません収録ねじゃないの収録させていただけたので、はい、やっぱさんちゃんポーズでいきたいと思います今日は。はい、ではいきたいと思います。あー奇跡のルーティンも入ってないんですよね。私も好きなんですがそんな入ってないんですよ。さんちゃんに向けて横に編みよ。はい、では行きたいと思います。ヨコニャーン、ヨコニャーン、ヨコニャーン、ビーム、わーからのーさんちゃーん。さんちゃーん、さんちゃんポーズだそうです。教えてくれました、さんちゃーん。はい、わーありがとうございます。ね、今日も来てくれて嬉しいです、ありがとう。サンちゃんいいですか。サンちゃん、私はサンちゃんですね。はい、3055人の方もありがとうございます。はい、そうなんです、今日は5月12日サンちゃんの誕生日の日に放送の21時半から21時40分まである東海ラジオさんの SK48 たちさせちゃんじゃないよの、はい、収録させていただいたんですが、ぜひ、はい、放送も聞いていただけると嬉しいです。放送地域以外の皆様はラジコさんでも聞いていただけますので、よかったらよろしくお願いします。はい。動画もぜひ見ていただきたいです。では皆さん今日もありがとうございました。ちょっと今からはちょっとダンスの練習やちょっと勉強もちょっと頑張ろうと思ってますので、はい、ちょっとやることいっぱいですが一個一個楽しんで、はい、頑張ります。皆さんありがとうございました。明日の配信もお待ちしております。立ち箱ゆっくり休んでくださいね皆さん。ありがとうございました。